私の長女のチェシミチャンネル閉鎖をいたしました。で、最初は去年の5月にジェシが YouTube をやりたいっていうことだったので、それはいい、チャレンジしたらいいと思って応援しました。それからいろいろ動画は出したんですけれども、ジェシは自分がやりたかったのは YouTube じゃないと今はそう思って、チャンネルを閉鎖することに本人が決めました。それまでの間になんと1万7000人の方がチャンネル登録をしてくださって、本当に応援してくださってありがとうございました。動画を出していない間も、動画まだですかっていうふうにずっと待っていてくださった視聴者様もいたので、本当に申し訳ない結果にはなったんですけど、ただYouTube 始めたいっていうジェシの挑戦の気持ちもすごく応援したかったし、 YouTube やめたいっていう、それも一種の挑戦、また違うことに対する挑戦でもあるので、それも応援したいと私は思ってます。もしかしたら見ている方の中にも何かこう挑戦したいとか、例えば YouTube やってみたいとか、そういうふうに内心思っていらっしゃる方がいたら、もう本当にそれはね、ぜひ挑戦してみるといいと思います。で、やってみて、もし自分で何か違うなとか辛いなとか思ったら、それはやめればいいじゃないですか。本当に何事もやってみないと見えないことってあるじゃないですか。だからこのジェシの YouTube もやってみて見えたものってすごくたくさんあったと思うんです。中学3年生で YouTube やるって私にとってはすごいなって思うし、私が中学生の時なんかすごい恥ずかしがり屋さんだったからもう本当に考えられなかったと思います。でもそうやって何事もチャレンジして、そして違ったらきっぱりやめて違うことに挑戦する、そしてまたやりたくなったらやればいいじゃないですかその今の自分の気持ちっていうのが私はすごい大切だと思っているので、今やりたいことをやって、今やりたくないことはやめる。なんか無責任かもしれないんですけど、本当にそう思うんです。辛くても頑張りたいんだったら頑張ればいいし、やめたいんだったらやめればいいし、そんな風に皆さんもぜひ心に何か気になることがあったら、ぜひ今年はチャレンジしてみてください。ということで今日は私からのご報告でした。では次の動画でまたお会いしましょう。みほでした。